江戸川乱歩の世界観を皆さんでこう生々しく、そして妖艶に、またおどろおどろしく、おどろおどろしくと、はい、当時のままを皆さんで一緒にこう再現したいなということで当時の皆さんと、そうですそうです。私はもともとアイドルをやっていて、そこから女優も転身しました。アイドルをやる、なるほど、そこからこう役者の道へという、なるほど、ありがとうございます。そして先生、ね、会長さんということでございますが、カメラがあるというのはやっぱり緊張するもんですね前向けてないですね、こっちばっかり向いてますね。そうなんですよ、最近、まあ、僕なんかは若い頃から小津さんに鍛え上げられたもんだからやっぱりさすがにこうやってカメラ向けられるとついつい作ってでしょ。まず設定を守られてるんですね、皆さんね僕らやっぱ小津さんに鍛え上げられたもんですからねでも、フォント帳なんかで、いつもキャメラに追いかけ回されてるじゃないですか僕、お笑いさん、お笑いさんじゃないから、そういうのに、なんて、お笑いさん、ギャグを返さないかが分かんないですよく言いますよ。ただ一つ言うのは、僕は小津さんに鍛え上げられたもんですどうすればいいかが、やっぱり、キャメラが分かんない。やっぱり、その、秋山教授とは、なんだかこの二人、関係があるのって思わせるようなシーン、ちょっとドキドキするようなシーンがありまして、ありましたね、はいはいはい、それを、ね、なんか、まあ、そうですね、VTR で見てもらうもあれなので、生でちょっと表現したいちょっと小腹すいたんで、マドレーヌでも食べましょうか。そうです、マドレーヌというか、マードレーヌ、マードレーヌですね、マードレーヌ、うん、はい、いやー、美味しそうなマードレーヌだちょっといただこう。やらしいな、なんか。おかわりはないいや、そんなやらなくていいです2本目行かなくていいです。本当に皆さんに見ましたよと言っていただきまして、涙が流れましたという方もおられたんですけども、ただ手首をひっくり返して裸で走り回っていただけですのでいや、すごかったね、やっぱジーンときましたもん。今だから、今ここせっかくなんで言います、実はアメリカからお仕事が一本も来ていません。来てないんか言うと差し指大事なんですよ。違うんですよ、人差し指大事です。そうです、かなり夢は香川区です、いません、違うんですよ、ジュリーさんです、それ沢田研二さんがドタキャンの時に言われた時に蚊が多かったんですよ、蚊が多くてすいませんって言ったの、誰もそんな覚えてないんですよ。なんでだよ、誰にも分かんない世代とか関係なしに覚えてないから。海外も夢があるんですけども、ようよう考えたら本当にさっきも言いましたけども、手首をひっかり返して裸で走り回ってるだけですので、もっと友近さんとか先輩方のようにいろいろできるようなことがもっと増やして海外に発表できるようになりたいなというのは思ったり思わなかったりです。いや、思ってないかよ思うんですね、はい、はい、ありがとうございます。